うわ。おはようございます。今日はね、富浦かな、ここは。大房岬というところに来てます。地図で言うとこんな感じね。ここが富浦新港。今いるのがここですね。で、今日は、どこに行くかというと、ここですね。ここ。南京線に行ってみたいと思います。ちょっとね、行き方がよくわかんないんだけど。左に行って降りていく感じだね。このね、公共駐車場、結構ね、広い駐車場です。無料ですね。で、南京線までの行き方を含めてお伝えします。ここね、インフォメーションセンター。で、今の地図がここにあって、自販機がここにあります。で、ここの道に出たら、7時かな?びっくりするよね。こっちに止めた方が良かったね。こっちさらに近い。一番奥に止めるのがいいんだね。で、本当の一番奥ですね、駐車場の。ここにね、ちょっと古めいた、石でできた階段があります。ここを降りていくみたいですね。どんくらいで行けるのかね。これ帰り大変だね。ここ登んなきゃいけないんだもんね。意外と長い階段ですね、ここね。100以上あるかな。帰り磯場渡ってヘロヘロの足だと結構きついかもしれないね。こっちだね。海岸って書いてあるところ、一応ね、二手に分かれてます。 Y の字になってて、左方向八注意って書いてあるから、ちょっと怖い感じだね。結構下りますね、これね。帰り大変だね、これ。で、また階段があると。相当下ってるね。大丈夫だよね、忘れ物ないよね。忘れ物あったら最悪ですね、これね。で、また階段。これ全部でね、300ぐらいあるんじゃないかな。山の上に駐車場があって、そこからぐわーっと下っていく感じですね。波の音が聞こえてきました。ああ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。釣り師の方に道順をお聞きしました。なんかね、通常の道は通行止めになってるっぽいですね。崖崩れかなんかで、なんで別の経路から入ってく感じらしいですね。はい、通常はね、こっちから行くっぽいです。ただね、こっちはね、なんか通行止めになってるっぽいですね。なんで、この先にここトイレありますね。ここですね、多分ね、さっきのトイレがあそこね、あっちね。で、ちょっと休む休憩所みたいなのがあって、そのすぐ正面に、下に降りる階段があります。また階段。まあちょっとここでね、穴釣りできるかどうかわかんないですけど、一応お試しってことで来てみました。これ上がるのすげえ大変だな。はい、ということで到着しました。ここはね、南京線です。房総の磯場としては有名なことですよね。はい、向こうにも岩があります。どっちから行こうかな。地図によるとね、向こう側が南京線ですね。めちゃくちゃいいところですね、これ。でも今まで下りだから良かったけど、これね、帰りはね、ずーっと登んなきゃいけないね。結構ね、この山の上の方に駐車場があるんで、
さあちょっと楽しみですね。南京線、自体はですね今崩落の危険があって立ち入り禁止になっているというような情報もあったりしましたが、はい、ここが南京線海岸からいきなり、こういう岩場が現れます。ちょっとそっち行ってみようかね。ちょっと岩の間があったら釣っていきましょう。まああるっちゃあるね。ちょっとねすでに膝がプルプルいってる。下りの階段ダメージ、ちょっとね滑らないね。ちょっと緑っぽいけどちょっとこの辺落としてみますね。あれ全然落ちない、浅いのか、浅いね。よいしょよいしょ。うん、いい磯場だねこれね。磯釣りしたいね。綺麗だねでもね、やっぱりね。その間はどうなのかな。ないね、隙間ないね。ちょっと隙間にしてはちょっと広いんですけど、あと落としてみましょうか。ちょっとね、細い魚に取られて終わっちゃう。あんまり隙間ないね。落としてみようか。そこまで波強くないね。ちょっとね、浅い。ルアー投げてる人ばっかですね。お、そこも映ってる感じの竿も浮かってますね。ここから侵入できないんだ。侵入禁止だよね、これね、ロープ張ってあるからね。ちょっと反対側行きましょうか。まあちょっと今日はね、視察の意味もあるんで、ちょっといろいろ回ってみましょうね。ただあんまりね、回りすぎるとね、帰りの階段がきつい。これ完全に体力勝負だね。今 YouTube でね、南京線映してるのってそうそうないと思うんで、まあ釣れる釣れないかかわらず貴重な映像になりそうですねこれね。うわ、来た。まあ磯場として有名なだけあるのかな。どこまで行けるんだろうこれ。ちょっとね、岩がゴロゴロしてるわ、してるし、ちょっとここで行きそうだね、少しだけ。ちょっとね、石がねゴロゴロ落ちてる感じに見えるかな。もうちょっとさ、ちょっとね、ちっちゃい石がねゴロゴロ落ちてるんだけど、まあ、もちろんそこまで行けないんだけど、この石の間に落としてきます。何かちっちゃいのが当たって、波来るねこれ。なんかね、細いのが当たってなくなっちゃうね。ちょっとね、石と石の間が白すぎる。この先行けるのかな。
気はもういけない感じだね。ちょっとね試しで来てみたんだけどね、知る場所がない。まあおそらくねいるのは間違いないんだけど、いる場所にアクセスができない感じですね。さすがにこんな短い先乗ってる人もいない。はい、ということでちょっと来てみましたが、なかなか根坂の距離が厳しい場所ですね。はい、さっき言ったようにね、南京線を映像に収めた人ってなかなかいないと思うんで、貴重な映像としてね、これね、YouTube にアップしたいと思います。はい、一応まあ、穴釣り動画というより、視察動画になりましたが、はい、こんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあ、南京線のね、帰り道の様子もちょっと映していきましょうね。ここ、海岸ね。で、まあさっき、いたとこで、あっちが南京線ですね。で、駐車場はこの上の方、なかなか過酷ですねこれね、まあ、特に磯釣りの人なんて装備が多いからこれ来るのは相当過酷ですよね。もうすでに海岸登っただけで息がやばい。これ上まで一気に出れそう。そうそういないの。これ本当に勢いよいよだね。この時点でもうすでに結構汗かいてます。はい、じゃあ逆はトイレの前を取って、まっすぐ来たところを、ここね、ビジターセンターって書いてあるから、そこを上がってくる。あと200グラムね、ちょっとね。朝一丁いいですわ。はい、ということで駐車場まで戻ってきました。合計で言うとね320段ぐらいですね。これはきついね。おかげで朝一丁。はい、ということで今日は南京線をお届けしました。疲れました。じゃあまたね。